皆様、こんばんは、伊沢しおりです。みんなの幸せを叶えるためについに神になりまして、本日で3回目でございます。伊沢しおりの開運ミラクルプログラム、世界中の迷える子羊を導くため、私伊沢しおりが神となり、みんなを幸せにしていこうという計画でございます。みんなのお悩みや懺悔を聞いたり、耳寄りな開運情報をお届けしたり、ダミーヘッドマイクを使って皆さんを幸せにしたりと、盛りだくさんでお届けしております。ということで、今回もこちらにいるのは式神のバルゾーです。バルゾーよろしく。よろしくお願いします。わー、いやー、もう挨拶ももうね、そう、ちょっとどやって言えるようになりました。最初雑に始まった今晩はでしたが、ね、ちょっと今日はもう板についてきたね。どうや、うん、よきよきじゃろ、よきじゃ、よきじゃ、よきじゃ。さあ今回もですね、うん、ミラプロは前半40分が誰でも参加することができますが、後半はお布施を納めていただいた新人深い子羊限定でお届けするということになっておりますが、はい、後半にね、うん、みんな大好きダミヘを使ったりとか、うん、みんなの懺悔を聞いて罰を与えたりとか、いろいろキャッチーなことをしますので、はい、まあ、ぜひですねお布施を払ってほしいんだな。なあ、うん、今日もコメント見えてまーす、うん、だいぶはっきりした文字が増えて、そうだね、ありがたいことです。ありがとうございます。だがしかし、うん、今日はですね、私のお友達の女神様も来てくれるんですよ。女神様、お友達の女神様を呼んでまして、今日多分そのお友達のお客様もいらっしゃってるんじゃないですか、うん、お友達のお客様って言い方おかしいな。ねえ、薄い人はお友達目当てじゃないの。そうだね。ちょっと楽しみにしててほしいですよ。いいよ、今日も。ねえ、もう女神様というからにはそれらしい格好をね、そうだね、女神もしてくれておりますので、うんうん、じゃあとりあえず一回スタートしますか ね。ではミラクルプログラム開始。それでは早速お友達の女神様お呼びしたいと思います。本日のお友達、三上しおりさんです。皆様、子羊の皆様、こんばんは。三上しおりでございます。三上様、お元気ですか。三上様出た、やった、かわいい。ありがとうございます。かわいい。で、私よりキャラがしっかりもうできてるんだ。本当でございますか。すぐ崩れるから。すぐ崩れるから。すごい。やった、シータムの番組に来ちゃったぞ。ゴロー。ミカシ、耳超かわいいじゃん。いや、つけることないの。あんま、そうだね、耳の人のイメージない。全然ないの。なんかね、作品外であんまりね、求められないんだよね。コスチューム、私はね、もうね、言われたらもうすぐにつける人間なんだけど。そう、だから今日もなんか、衣装大丈夫ですかって、もう何にも問題ありません。そう、もうやれるものならもうどんな格好でもやらせていただきますと。まあ、そもそも今日は神ですからね。あ、そうそうそう、神らしいお衣装で、神ですから。そう、神なんです。ちなみにそれは何耳ですか。こちら、ご存知の通り、うん、ご存知の通り、狼です。狼です。狼です。おう、ゴッド、ビッグゴッドよ。すごい、ビッグゴッド。狼の耳です。すごい。え、酔ってないんですよね、今ね。はい、ノンアルコールでございます。この件に関しても伊沢様には今日謝罪にも来ました。まあ、後ほどね、後ほど、うん、はい、ね、深い話をしたあたりでね、うん、ちょっと謝罪しますから。あ、そうな、多分みんな気になってる、いろんな件があると思いますのでね。いいぞ、いいぞ。狼の三上様は何のご利益があるんですか。うん、そうですね、役を避けましょう。やめて、はい、いいぞ。伊沢様の役を避けて、やめてください。帰っていただきたい。役者はね、よく役避けしちゃいけないっていう、青鬼プロにどんどん伊沢様が。そ
そうですね。でも皆さん業界最大手のくせに貪欲やな。もうもうどんどんアーリーウィングの役をやめろやめろ。九州森様にそんなそれからもううちのような事務所。やめろ怖い。まあでもぶっちゃけガチャ運をあげたいでございますね。あ、なるほどね。はい、あの爆死しておりますので、うん、皆様もガチャ運はねあのあげたいと思うでしょう。そうね。なんだろう。なんだろう、運気上昇、運気上昇、うん、したらガチャ運上がるんじゃない。本当上がる上がる上がる。今日はそういうのもねちょっと学びに来ました。なるほど、新米神でございます。ね、よろしくお願いします。お願いいたします。そんなあれ、三上様でいいのかな、何様がいい。私シー様なんだけど。ミカ様とか。ミカ様いいね。ミカ様とか。ミカ様ウインナー様ってさっきあったんでウインナー様でも。いやいやいや大丈夫。ウインナー様あ、知らない人いるからさ。そうですよね、ミカシーの好物はね、はい、加工肉のウインナーでございまして。やっぱ狼だから。あ、そうなんです。肉食なんです。なるほどね。はい、ね、そうなんです。しょっちゅうウインナーウインナー言ってるから。あ、そうなんです。女性声優たちとみんなでウインナーパーティー。下ネタじゃないんだってば。あ、あ、今なんかそういうコメントあった。あ、今あった。あ、もうね、あの明日からやばいよ。やばい。そういうコメント書いた人たちさ、明日から本当に食べれなくなるからね。あ、もう食糧難に会いますから。ウインナーイコール下ネタに行ったあなた、食糧難ですよ。分かってます。私が今呪いをかけて。狼だから怒らせん方がいいぞ。そうですよ。はい、これからはウインナーを大事にしてくださいね。じゃあすいません、ミカ様にしときますか。はい、ミカ様でお願いします。はい、ミカ様、ミカ様ちょっとメール来てんで読んでいいですか。よろしくお願いします。たこ焼きタルト様から。すごい名前でございます。たこ焼きタルトさんからいただきます。すごい名前でございますね。様つけちゃった。シー様、ゲストの三上しおりさん、まあ、ミカ様、はい、こんばんは。こんばんは。三上さんもお耳をつけて登場とのことで、うん、令和の時代に、うん、その世界観で耳をつけての番組に一言お願いいたします。うん、一言じゃいただき。そうですね、うんうん、シータムは最強ってことですよ。優しい。私はやっぱり思うんですよ。何、うん、でしょうね、やっぱりね、あのデビューしたてって耳つけがちじゃないですか、うん、でもやっぱり常にいかなる時でもいろんな格好をしてもちゃんと盛り上げられるという、うん、そのシータム様、あとずっと似合っている。優しい、ありがとう。似合ってるし、そうなんですよ、うん、なんでシータムはね、もういついかなる時でも私たちの支えであり、うん、そしてこれからもどんどんなんか神としてなんか下界を盛り上げてってほしいですね。子羊ちゃんたちをね。やったぜ。今かわいいシャッターチャンス。どや、かわいい。シャッターチャンス。ありがたい。なんかね、番組名のね、ミラクルプログラムもそこはかとなく昭和っぽいって言われてるんですよ。なんで？あ、ね、え、でも令和でも全然耳つけるっしょ。令和は何やったら若者っぽいんだろうね。つけないの。わかんない。そうそうそうだ。耳はいつでもいいと思ってたんだけど、私も耳はね、求められたら一生つけても全然いける。そう、つけてこ、つけてく、つけてく。生えてるんでしょ。生えてる。タイトルもそうなの。そう、ちょ、なんなんですか。あ、じゃあこのメールをくださった方が、うん、あのいくつぐらいの方なのか気になりますね。なんかこの人もなんか昭和の方であれば、うん、多分ちょっと感覚がちょっと違うんだよ。あれじゃない、昔流行ったことが今流行ってるわけないと思って、うん、そうそうそう、それが固定観念なんですよ。なるほど。そうなんです。でこれ完全にシータムのパンを蹴散らしてる感じ。なになに、ボボボボボって。そうなんです。いいんです、いいんです。そうなんですよ。いいんですよ、ミカ様からのお言葉もね、今日はたくさん聞きたいですから。皆様聞いてください。よろしくお願いします。はい、はい、じゃ次のメールいきます。こちら、うん、三浦和希さんからいただきました。はい、シータム、ミカさん、ファルゾ、こんばんは。こんばんは。一つお尋ねしたいことがあるのですが、はい、前回のゲストオッテモちゃんとの初体験動画、お蔵入りになってしまったのでしょうか、非常に気になりますということでいただきました。あら、あのこれちょっと説明したいんですけど、あ、おまけ動画の話です。そうですね。あ、なるほど。前回ね、あのお客様として廃墟に所属されている占い師さん、そう、占い師のオッティモちゃんが来てくださって、知ってる？え、なんかあれ、前にシータムから聞いたんだって、占い師さんがいるっていう。そう、オッティモちゃんをね、廃墟にいらっしゃるっていう、呼んで、うんうん、かなりパワフルな配信をお届けしたんですけど、気になる。その放送後に、うん、有料会員のさ、会員さんだけが、うんうんうん、後々見られる動画っていうのがありまして、うんうん、そちらで、はい、あのね、催眠をかけてもらって、シータムが、オティモちゃんが、そう、催眠できるって言って、で催眠療法で過去、うん、あ、前世を見ましょうって言ってくれて、うん、それをね、やってもらったんですよ、うん、
そしたらね、動画撮ったの、うん、今出てないんですよね。そう、まだ出してないの。そう、なんでかっていうと、うん、めちゃくちゃシュールやね。そうえ、そうなの。まあ、本当にオッティモちゃんが、うん、私がこう目をつぶってるところに、うん、いろいろあの誘導する、催眠にかける誘導の言葉をかけてくれて、だんだん前世を見に行くんだけど、うん、結構時間もかかるんですよね。30分、40分、うん、2つ作ったんですよ。ちょっとショートカットバージョンと、うん、あのフルバージョンと、うん、だからあのお好きな方を見てください。あ、ただ今日アップする。今日この後アップします。めっちゃ気になる。ただね、フルバージョンは本当に長いから。そう、あそこ40分、そう、何見てるんだろうって多分思っちゃうかもしれない。さらにね、オッティモちゃんがね、あの催眠をかかりやすいタイプの人は、うん、一生懸命その催眠の動画見てると、うん、かかっちゃうかもしれないんだって。あ、そうそう、見てる方が、うん、こうかかっちゃうかもしれないらしいんですよ。そうで、私の時はさ、オッティモちゃんが入って解いてくれるんだけど、うん、みんなかかっちゃったら解いてくれる人いないから、うん、どうなっちゃうの。かかりっぱなしだ。でもね、あのもちろん意識はあるのよ。意識はあるんだけど、なんかね、不思議な感覚になってるから、だからみんな、ね、あんまり真剣に見ない方がいいよ、フルバージョンは。もうだからシー様が目つぶってふわーっとしてる姿が見れるぐらいな感じで見てもらう。なるほど、楽しそう。ちなみにハイライトとしましては、うん、あなたはどういう人ですかみたいな質問を受けてる時に、私が、うん、めっちゃモテるって言ったの。そうなの。そう、え、前世。そう、そうなの。めっちゃモテてた。そう、前世めっちゃモテるっつって、はあ、そうなんですね、あなたはプレイボーイなんですかみたいな質問されるんでね、うん、そしたら私、でも周りの女がうるさいと思ってるみたいな。なかなかね、あの前世クズだと思います。え、それってさ、意識はでもあるんだよね。でも自分が喋った感覚はないってこと。なんだろうな、なんかね、かそう思って出てくるの、口から言葉が。はあ、そうなの。めっちゃ、え、私もオッティモちゃんに会いたい。オッティモちゃん、また来てほしいぐらい。オッティモちゃん、なかなかでしたよ。オッティモちゃん、まあ、あの、いろんな見方あると思いますが、うん、こういうのもあるよっていう感じで見ていきたいと思います、はい、お楽しみに。楽しみに。はい、じゃあもう一つ、メール読みます。森谷さんからいただきました、はい、シータウン、ファルゾー、そしてゲストのウィンナーシー、ミカミシオリさん、こんばんは。こんばんは。さて、シー様と三上さんにロシアの神上坂すみれさんを加えたお三方は先日シー様のご自宅に集まり宴を開かれたそうですが、よければですが話せる範囲でその時の様子を教えていただけないでしょうか。なるほど。小耳に入れた情報によると三上さんがだいぶご機嫌だったようですが、そこんとこもよければ教えてくださいというわけで、はい、いただきました。今回は謝罪にも参りました。はい、シー様はお酒が飲めないということで、はい、あの荒ぶった私を、うん、ね、あんな時間まで。あれもう先月だっけ。先月、ね、先月ちょっとお外は行けないから、うん、ちょっとお家でね、うん、あの遊びましょうって言って、はい、まあ、三上しおりさんと、うん、あと上坂すみれさんをお招きして、うん、はい、猫触りに来いよっつって、うんうんうん、ね、行かせていただきました。はい、上坂神が来るとなればやっぱりワインをね、うん、贈答しなければならないと思い、私は赤ワインを用意したんです、うん、気が利く。すーぐなくなってすごいの。私本当にお酒一滴も飲まないから、うん、まあ、2人だけが延々お酒を消費していくんだけど、 そう、うん、そしたら上坂神は両手にさ、そう、両手に、まあ、お水のペットボトルとあと缶中杯がもう何本もな、え、2人しか飲まないよっていうくらい、そうそうそう、6、7本すごい、え、無敗になったよ。いや、もっと持ってきた。もっと持ってきたよね、もっと持ってきた。私たちが飲んだのが、まあ、すでに、そうそう、消費されたのが6、7本あって、うちに4、5本残していかれたので、はい、そう、これどうすんのみたいな感じなんだけど、はい、それを上坂神が持ってきてくれまして、そう、あの2リットルの水のペットボトル3本ぐらいと、そのお酒を担いで、すみてがこうやってきたから綺麗な腕がね、もう赤い線が入っちゃうから重かったんだなって。そう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 、可愛かったよね。で、その後はまあご存知の通り、うん、そうですね、転げ回っていたり、三上がね、ずっと途中から、え、すごい楽しい楽しいふふふふって床を転がり回っているっていう
だってすごい居心地良かったんですよ、シー様の家が、ね、かったですよ。猫ちゃんもいるし、ね、居心地が良くて、さらになんかね、スミペシーもめっちゃ飲んでて、ね、ご機嫌だったでしょ。ね、ご機嫌だった、ね、ご機嫌で。なんかスミペちゃんはずっと正気だったと思う。陽気にはなっていたんですけど、正気だったか、本当に正気だったか、分かんない、会話が成立してる限り正気だと思っちゃうんだけど、そう。でもまあね、いろいろね、だからなんかね、写真も撮ったんだけど、うん、到底人には見せられない。髪の毛とかさ、こうボッサボサになったよ。そうだったんですよ。次の日、まあ本当に散らかして帰ってごめんねっていうのを連絡したら、写真が送られてきて、うん、もう本当にシータムになんてことをしてしまったの。いやいや、別に全然、なんかすごい写真でしたね。楽しそう、なんかね、楽しそう。どこまで行っていいのかわからないですけど、わかんないですか。だいぶサービス空間になっていたり。あ、そうなの。はい、サービス空間でしたし、私もなんかとても嬉しかったです。ミカシーね、いちご買ってきてくれたの、私に。お酒飲めないから優しい。タムシーにはいちごでもね、ずっとね、私たちがさ、ギャギャギャしてるのさ、シータムがソファーの上でこうやってなんか見てて、その光景ばかり覚えてる。なんか私たちがヨットアーってやってるところ、そう、シータムがうんみたいな、楽しそうで神のようでしたよ。すごい楽しかった、本当に楽しかった。いいでしょう、羨ましいでしょう。本当に、なんか、いいじゃん。友達ってやっぱりいいなって。いや、そうね、あの時やっぱり思った。なんかこうやって飲んでなんか騒げる友達がいるって、うん、大事よ、ね。次の日肌ツヤツヤでしたもん。なんか全ての、全てデトックスされたみたいな。夜中の2時過ぎまで一緒にいたの。そうなんですよ。結構いたね。結構いたね。で、私がなんか次の日の朝十の現場の台本を取り、その時間にです。その時間にです。その時間に、そう、本当はなんかみんな寝た終電ぐらいの時間で帰るかなと思ったから、じゃあ私は終電乗って事務所の、そのなんだろう、今事務所がやってない間に置いとける場所があるんですよ、その取りに来てねみたいな場所があるから、そこにじゃあ台本取りに行こうって思ってたら、いつまでたっても帰らないから、全然いいんだけど。でしょ、でもね、私もね、ちょっとね、台本の話聞いてたから、11時頃とかにちょっとシータムがねって明日っていう話をして、そう、で12時過ぎてももう一回して、そう、2人ともね、ちゃんとね、途中で、あ、そろそろおいとましなきゃって言うんだけど、でもあと1本だけいいかなって言って、結果2時間3時間ぐらいそのまま経ってって、そろそろやばいと思って、いよいよ帰ろうって。まああれあれだよね、もう一本っていう人は絶対一本で帰んないよね。そうなんで、嬉しいんですけど、いてくれるから、楽しい、嬉しいんだけど、楽しかった。私は2時に台本回収しに事務所に行って、戻ってきて、台本チェックして寝た。これが飲まない人の過ごし方です。私も帰ってはぁーって、はぁ楽しかったって。よかったです。そう、さあ、でミカシが忘れていった傘がね、うちにもあるんで。そうなんですよ。あれオレンジの傘いつの間にかなくなってると思って、電車に忘れてたと思ってて。あ、本当。そうだから、シータムから連絡来て初めて思い出した。そう、いつかまた取りに行きたいと思います。はい、そうだね、その時はまた上坂氏も呼びましょう。そうなんです、楽しかったです。よかった、話せてこの話。私どこでも話してないからさ。あ、そうか。そう、私とね、スミペちゃんはちょっと先に別のところにお漏らししてきました。はい、さあ、じゃあもう一つ行こうかな。はい、こちらフレイナスさんからいただきました。ありがとう。伊沢さん、ファルゾーさん、ゲストの三上さん、こんにちは。こんにちは。約1ヶ月経ちましたが、臨時 ASMR 発売おめでとうございます。ASMR のやつが発売されました。異種族レビアーズとともに売り上げが好調だそうで、ファンとしても嬉しいです。両作品ともすごく癒されるのですが、先日なんだこれと思う ASMR 作品見つけました。世界初食人音 ASMR と歌っており、ゾンビ化した実の妹に自分が食われる咀嚼音という内容でした。気になったので購入してみましたが、すごくゾクゾクしました。やばー。血をすする音、
骨を噛み砕かれる音など実際に食べられるとしたらこんな感じなのかなと思いました。ASMR って奥が深いなと感じましたが、三上さんは ASMR お聞きになりますか？おすすめがありましたら教えてもらえて嬉しいですけど。すごいね、あのそこに最後にちゃんとそういうとこなんか正統派に持ってくるけどね、私質問どころかなんかゾンビのなんかインパクトが強すぎますよ。あの冒頭でも言いましたよ、この番組は後半に、うん、あのダミーヘッドマイクを使ったね、あ、はい、あるんですよ、そちらにコーナーがありまして、まあ ASMR の話をこの番組もしてるんですけど、ミカシーはそもそも ASMR とかダミーヘッドは、あ、全然しない、やらないよね、やっぱ女子はやらないやらない、男性がすごい多いっていうのね。で私もこの番組の前にあの、うん、ゲストで夢希望学園っていう、うん、あの姉妹番組出させていただいた時に、うん、それが初めてダミーヘッドだったの。あ、なるほど。でそしたらそれが、うん、に出た次の週ぐらいからなんか ASMR 作品の仕事に立て続けにパッパって出てて、はいはいはい、それがちょっと出たのでその感想が来たんだけど。なるほど、結構難しいって言うよね。そう、なんか耳の口を当てるとことか位置とか、なんかもうほぼさ、うん、一応なんかこのセリフの時はこの位置に立ってくださいみたいな指示はあるんだけど、でもその距離感とか、うん、セリフのどのタイミングで寄るかとかはもう全部お任せなんだよ。そうなの、うん、じゃあなんかもう舞台俳優と一緒だね。なんかこう、まあそうそう、なんか人形に対して一人で演技してるんだけど、どうやってどうやっていくんだみたいな。そうそう、ね、なんだけど楽しそう。いや、でもゾンビは上級者向けよ。すごいね。ね、まずその音をさどうやって出したの。あ、しかもさゾンビだから多分そんなにさペラペラセリフは喋ってくれないわけでしょ。お姉ちゃんおいちいあわわわみたいな感じ。それを言ってくれたらまだいいね。なんかずっとさだからもうそのさ骨をバリバリ食べる音はさその演者が出してるのかね。さすがに後で入れてるの。さすがに何か SE じゃないの、わかんないけど私自身が骨をさその場でなんかこうやってんのかな。わかんない気になるよね。お、オオカミ、オオカミ、オオカミがこうそういう仕事あればお待ちしております。あの、生贄そう、生贄をウインナーをバカにしたものを食べるちょっとでも欲しい人いるんじゃないの。本当そ、コミケとかでなんかウインナーとかいい音出そうだけど ね、出そう、パリパリって、ね、うん、いいプチッってお前を食うてやるね。ちょっと下ネタ見つけちゃったやめなさいよあ、もう明日から食料なんですよ。もう食料なんですよあなた、コメント書いてそこのあなた食料難に合いますからねまったく、もうなんかそういう人たちに何か食糧難の何かをかける紙になりますもう本当にいやすごいのがあるんだね、ちょっと聞いてみたいです、気になる、後で調べよう、調べよう、ね、声優さんとかやってるからね。ね、どなたなんだろう、ね、まあ、ASMR にこう主に出演する方とかもいるから。あ、そうなんだ、うん、そうだね、そっちの畑の人が、そうそうそう、プロフェッショナルがいたりもするから、わかんないですけど、はい、ということで、はい、はい、たくさんメールありがとうございます。ありがとう。あれ、うん、コーナー名言ってなかったじゃんね。そうだね、まあまあいいよ。というわけで、うん、子羊からの手紙のコーナーでした。次のコーナーこちらです。開運金運アッププログラム、はい、ということで、ね、みんなの運気を上げていこうという企画でございますが、八百万の神々と話し合った結果、うん、やっぱりねみんなが幸せになるには手っ取り早いのは金だろという結論に至りまして、今回も金運アップ講座を行います。すごい、うん、金運アップのためにこんなことをしてるよとかいう人ね、いますかね。最初あの番組で私はトイレ掃除とかを、そう、同じく水回りやる、やる。ミカ氏は、ミカ様は、はい、ミカ様は他トイレ掃除の他になんかこう金運アップとかいろいろ気にしたりしますか。あの、あ、そう、水道の水回りね、水回りをとにかく綺麗にして、うん、でも掃除は大事だと思う。大事ね。そうそう、あとお財布の中の掃除、レシートを貯めないとか、うんうんうん、そう、あとお財布もできればなんかちょっと変えたいって思ったタイミングで変えた方がいいなっていうのは
なかなかやってますね、はい、あとお財布の色とかね、あ、え、何色つ、黄色内側が黄色なんだよね、へえ素敵、そう内側が黄色、外側はねなんかベージュっぽいんだけど、うん、なんか赤とかだとなんかお金が逃げやすいみたいな言うけどね、そう言うなーというのがあって、なんかそういう風水的なのも見ちゃう、うん、いいですね、みんな大好きお金、やっぱねあれば選択肢が広がりますからね、お金はね、いいですね、はいはい、さあじゃあですね、今日もですね、今日もね、だから金運アップのお話をしてほしいんですけど、はい、うん、おしい様のこの前にさ、なんかすごい、6億円当たるのこれで、6億円当たる人もいるんですよ、ここにね、こちょっとカードがあるでしょ、はい、カード、ここにね、金運、こういうことすると金運上がるぞっていうことがね、書いてあるんで、この本の付録なんだ、そう、だってもうタイトルがなんかすごい、なんかね、直接的だもんね、吉蔵くんの開運カード、このね、日本宝くじが当たるっていうご利益があるお寺があるんだけど、どこ、これあれ有名な、うんとね、宝くじ神社、重複十字十字そう、っていうとこがあるんだけど、はいはいはい、そうそう、なんか付録でね、この金運、違う、開運カードっていうのが、うん、新しくて、これを聞きながらおしゃべりしてくれって、わかりました、これをテーマにね、だってというわけで、よし、シャッフルしてください、よしさん、いやー金運上げたいな、金運上げたいでしょ、お金さえあれば天井までガチャ引けますからね、皆様引けますよ、次元が低いんだもん確かに奥を当てようとしてないからね、よし、はい、どうぞ、じゃ引きます、はい、ミカさんも引くじゃん、ミカさんまで引く、いいんですか、では私はこちらです、もうパパッ、ダダン、はい、読んでください、はい、ちょっとしたことでも毎日何かを変化させよう、変化させる人が成功する人なんだぞ、なるほどね、いい言葉だ、ちょっとしたことでも何かを変化させる、うん、履いてく靴を毎日ちょっと変化させるとか、おーおーおー、それでもいいんじゃないですか、あとなんだ、ちょっとしたことでも、そう、みんなゾウゾウって、そうゾウって書いてる、現状維持より何かちょっと一歩ってことなんだ、あー、そうそう、なるほど、まあ、守りに入らず攻めていけってことか、そうかな、確かに攻めていきましょう、皆さん、いいじゃないですか、じゃあちょっと私も引きますよ、大丈夫ですか、 C 様、じゃん、これは面白い、うん、脱いだ靴は必ず揃えよう、大事、これだけで金運は倍増するんだぞ、すげえ、ゾウいいこと言うやん、ここにもゾウが、まあ、そうだね、そう、ゾウ、そうね、玄関大事って言うよね、大事大事、というかさ、なんかさ、まあ、そもそもなんかマナーとしてさ、うん、靴を揃えない人がちょっと苦手かもしれないです。本当？え、ババブって言ってこうババって置かれてたらどう？いや、まあ私もあんまりよろしくないなと思って、ね、靴は揃え、靴は揃えて入りましょうっていうマナー。でもさ、ね、自宅だとさ、うん、あの荷物、あの届いてるさ、段ボールとかを持ってさ、家に入ってきてさ、うん、もう靴脱ぐときあるから、あるあるある、たまに私は油断しますけどそうそう、確かに、でも玄関はできるだけね、綺麗にしてる方がいいって言うよね、なんか運気の入り口みたいな、うん、そう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 、ね、はい、じゃあ、はい、いいですか、引かせていただきます、はい、できない、疲れた、忙しい、マイナス言葉を封印する、知らないうちに機運が下がってしまうぞ、うわ、これわかる、ネガティブ発言ね、そうね、めちゃくちゃ言ってる本当に、めちゃくちゃ言うね、本当にそんなイメージないけど、ないよ、全然ない、でも私家いるとだって疲れた、もう嫌だ、疲れた、でも人にぶつけないよね、あー、ね、人には確かに、なんか、うん、おはよう疲れたみたいなこと言わない、ね、シータムとね、ご飯してても全然なんか、いつもファイティングってこう勇ましい、なんか生命力に溢れてるんだよ、元気な、そうなんですよ、ね、どっちかっていうと本当後ろ向きタイプだけど、うん、まあそれこそやっぱ言霊って言うじゃない、うん、言葉をさ、うん、職業にしてるくせに言霊ないがしろにはできないなと思って、うん、かっこいい、うん、かっこいい、今の名言だよ、うん、確かに言葉を職業にしてるそう、ミカシもでもあんま言わないね、そういうの、あー、ポジティブなんかな、ポジティブ、でもこの前そうだから、シータムんちでさ、ご飯した時にさ、スミベちゃんからさ、ピカシーさん本当になんかようですよねって言われて、うん、なんか
いいと思いまして、なんかすごい嬉しい言葉を言われたんです。実はもうなんか嬉しかったんです。でもネガティブだよ実は実は本当変化と、うん、もうダメだって、うん、やっぱちょっと不安定なさ、不安定な時は ねもちろんこういう状況ですからね。あるある、でもね寝て食べ美味しいもの食べたらねすぐ治っちゃう。あ、いいですね。そういいです、いいです。そうなんです。じゃあちょっと次引きますね、うん、ちょっとじゃあシャッフルしよう。言霊、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 365日なんてら作る。じゃあ、あー修造兄さんのやつ、シー様の365日言霊。でもなんかあの日めくりカレンダーみたいなのいいなって思う。いいじゃん、シー様の。この間ね、私の友達があの有吉さんの、うん、カレンダーを持ってるらしくて、うんうん、有吉さんのカレンダーってあんの。なんかあるんですって、有吉さんの名言みたいな。それでなんか1枚写メも送ってきて、うんうん、双子にいろいろ聞いてやるなって書いてあってなんか私が双子だからなんか私もなんかすぐいろいろ聞いちゃうからこれから気をつけるねみたいな感じで送られてきたんですけど、有吉さんの名言独特すごい。でもいいんじゃない、 C 様のね、うん、言霊なんかいいな。あ、いきます、はい、他人の批判はやめて褒める言葉を言おう。褒め言葉を言う人には福の神がやってくるぞ。わかる、わかる。いいとこ見つけたいよね。そうだね、うんうん、人のいいとこ。じゃあお互いのいいとこちょ3つぐらいあげてください。いやもうシータもいっぱいありますよ。ほんと、まずはですね、とにかく仕事にまっすぐ、ま、うん、っすぐなんですよ。プライベートで お話ししていて うん、もう常にあのマイナス思考っては言ってるんですけど、なんか悩みながら戦い抜いてる感じです。あ、 そうね、それが今のシータムの、ね、地位につながっているんだなっていうのを思って、うん、私もなんか頑張ろうっていう気持ちになります。そうなんです。あと私がちょっと落ち込んでえーってなってる時に、うん、あの連れ出してくれました。優しい、ね、言ったよね今年ね、こういう風にね、シータムが ね自分が好きな場所にね私を連れ出してくれて、そうそう、なんか支えられました。とっておきのパワースポットに連れて行ったんだよ、ね、そうなんです。気分が明るくなりました、はい、そしてあとはですね、何よりも私ファンをとにかく大事にしてるなって思うんですよ。もうやめろよ、ね、だってなんかこう年数を重ねるとやっぱり私は大事にしようとは思うんですけど、うん、なんか年数を重ねるとやっぱりこうそれぞれの地位っていうの気づかれるじゃないですか、うん、でもそうなるとやっぱりファンとあんまりこうコミュニケーション取る場がなくなってしまうんだと思うんですよ。例えば接触イベントなくなっちゃったりとか、うん、でもシータムはどんなにねこうやって活躍していてもとにかくファンとのそういうコミュニケーションを大事にしてる子だなってすごく思います。シータムのファン、あた、シー様のファン、皆さん大事にされてますよ。やめろよ、はい、そんな、ミカシーだってすごい、すごいんだよ。いいよ、シー様。ミカシーはね、本当にめちゃくちゃ真面目なんです。真面目。すごいなんかね、そう、真面目でね、うん、それこそやっぱ私にも言ってたけど、仕事のこととかすっごいしっかり考えて、共演者がいるところで その自分のなんかこう立ち位置みたいなのとかめちゃくちゃ考えてるから、なるほどね、そう、私がこう引っ張っていかなきゃみたいなところとかすごいね、うん、考えてたまにはいろいろ喋ってるもんね。だし、引っ張る時は引っ張るし、あとね、事務所愛がめっちゃある。あ、なるほど。すごいなんかこう事務所全体のことを考えて彼女は行動しているところがすごい、ね、すごいでしょ。あ、青鬼の自分は野良だとは思っているんですけど、でもそれでも青鬼に恩は返したいという、うわすごいでしょ。ほんとだよね、これやっぱなんかこうこうさ、一応所属とはいえ個人事業主と言われてるの、やっぱこう私が私が私のためにやれみたいな、そういう考え方もなりがちなんだけど、事務所の一員としての自覚がすごいんだ。三菱マネージャーさんが大好きなんでしょうね、本当に。ありがとうございます。あと本当にウインナーへの愛が強い。それはもちろんでございます。はい、Cさんは今度ウインナーパーティーをやりませんか。私さ、あのシャウエッセン大好きなんだけど、いいと思う。シャウエッセンは大好きなんだけど、あのさ白いさウインナーが食べられんのよ、うん、レモン&的なとかなんかわかんない、白にさなんかブツブツ入ってるみたいな見た目のやつ。あ、まあ、香辛料ってことですか、うん、なんか本格的です。じゃあ白以外をご用意しますので。本当、はい、シャウエッセンみたいなやつがいい。シャウエッセンみたいよ、うん、シャウエッセンがいい。あのつながりがありますわよ。シャウエッセンとつながりあんの。私の好きなウインナー会社が、
上作、はい、もう歴史的にね。すごいね。そうなんですよ。小説を読んでる作あのウィンナー会社のね。小説を読んでるウィンナー会社って何ですか？ウィンナー会社。好きなウィンナー会社のその自伝みたいなのがありまして、うん、はい、あ、そうですね、タイトル、あ、そこアルレイモン様のね、はい、すごい、みんな詳しいじゃんね。そちらを読まれますとですね、はい、シャウエッセン様の名前も出てきております。え、シャウエッセンって人の名前なの？あ、シャウエッセンは会社の名前、会社の名前か。そう、でもシャウエッセンさんの、まあ、立ち上げた会社のね、初代社長様がこれこれこういう感じでみたいな。すごい、なんかこれなんかこうさ、好きって言ってんのが上辺じゃなくて、ちゃんとさ、芯から好きな、だからバカにしたら怒るんだぞ。ありがとうございます。そう、こういうとこがすごい、なんか芯が通ってて素敵、ね、そうですね、芯のある女性、自立した女性になりたい、女性になりたい、自立した女性になりたいと思って早なんだよみたいな。はい、じゃあそれではですね、はい、今回も開運アイテム、うん、決めたいなと。なるほど、みんなに押し付けていくタイプだね。あ、ちなみにね、前回の放送でオッテモちゃんがね、水星の何かグッズを身につけるといいって。はあ、水星。そうでさ、水星ってさ、うん、なんかどういうのイメージする？え、なんか地球みたいな感じ、青いやつ、青いやつでしょ。そう、うちらもそう思ってたの。水星青だよね。したらさ、今日ちょうど有能なスタッフさんが水星のなんつうの、フィギュアのガチャみたいなのを見つけた。ガチャ引いたら、たまたま水星が当たったんですね。ということで、こちら持ってきてもらったんですけど、これ見えるかな、うん、いきます。はい、ドゥ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 、パカ、茶色い。見てこれ、これが水星らしいぞ。これそう、水星ってこんな色なんですって。イメージと全然違う。どうしてですか？どうしてこうなっちゃったんですか？じゃがいもじゃんって。確かに、なんか、ね、美味しそう。そのほら、ラインナップのさ、泥団子じゃないからね。ツヤツヤのラインナップがさ、書いてある紙さ、見たらさ、地球も綺麗やっぱ。で、月もさ、綺麗で、木星もやっぱ木星って感じだし、なんか海洋星とか ブルーだし、やっぱ綺麗なの。いろんなの乗ってんの。あ、いいですか、すいません。マジで、ありがとうございます。水星だけ、水星だけね、外れなんだよ。そうなんだよ。なんか水星だけなんかちょっとね、あ、ちょっと濁っ、あ、確かにこの中で言ったらイメージの違いちょっと選ばないかもしれないですね。でもね、これグッズになってても変わんない。そうなんだよね。だって他が綺麗すぎるもん。そうね、っていうね、発見もあったりしますので。すごい。え、でもこれ当てたスタッフさんはなんかいいことありますよね。めっちゃ引きがいい。なんか宝くじ買って帰った方がいいレベルの。そう、なので今日もね、うん、決めてほしいんですけど、シーさんは。はい、どうしましょう。でも決めた、今日はね、なんか、そう、なんかこれいいなってピンってさっき降りてきたから発表します。 お願いします。今月の開運グッズは、うん、かば焼きさん太郎にする。また茶色いな、かば焼きさんの。好きだね、茶色いの。いや、別に私が好きなわけじゃないんだけど、耳が茶色いからかな。かな、かば焼きさん太郎わかるかな。駄菓子のね、あるね、かば焼きさん、かば焼きさん、まあ、ドンキとかでも多分売ってるよ。あれだよね、なんかカツだよね。カツ、カツみたい、薄いカツ、薄い、そう、カツよりもっと薄い、薄いやつだよね。まああれ多分白身魚を伸ばして作ったお菓子なんだけど、はいはいはい、あれ手に入りやすいけど今家にはないみたいな微妙な味。確かに。じゃあそれをみんなで食べよう。みんなで食べてかば焼きか。ハッシュタグミラプロでつぶやいてください。うま、さらみんなね、はい、エゴサしますから。はいはい、はい、ということでじゃあ行きます。決まりました。はい、というわけで、はい、以上、金運アッププログラムでした。伊沢しおりの開運ミラクルプログラム、あっという間に前半終了のお時間でございます。なんという、うむ、この後はお布施を納めた新人深い子羊限定でお届けする、うん、後半は皆さんからの懺悔を聞いて私とミカ様が審判を下したり、はい、ダミーヘッドマイクを使ってみんなを幸せにしたり盛りだくさんでやっていく、はい、うん、やっていくぞ。うむ、じゃあちょっとせっかくなのでミカ様があのダミーヘを使ってささやいてくれる。みんなちょっと今ヘッドホンかイヤホンして、イヤホンしてしてくださいね。こういう感じの楽しみ方ができるよっていう。ミカ様かわいいな。はぁ、ミカ様耳すごいすごい、あ、あ、すごい、行きます、どうぞ。
コメントのみんな、これから濃くなってくれるんだよね。濃くしないと明日から食糧難に陥れるぞ。早く濃くなってきてね。長い長い。え、なんつった？全然聞こえなかった。あれ？何ですか？なんつったの？はい、あの薄い人たちに向けて、うん、言わせていただきます。でもすごいギャーってなってるぞ、うん、はい、これが後半いっぱいやるってことですね。いっぱいこういうのやってもらいますか、はい、どうかな、どうかな、なんか角度合ってたのかな。いや、すごい、いけました。私ささやくのめちゃくちゃ下手くそだから。ウィスパーって結構難しいよね。難しい、うん、なんか私ちょっと圧が強くなりがちだから。いやいや、でもね、ほら、濃くなってきてる人がいる。すごい、え、濃くなってる、うん、大丈夫？それお伏せしないと濃くなれないからね。気持ちだけじゃ無理だよ。濃くなろう、みんなで、みんなで濃くなろう。本場のダミヘ聞けるんじゃないか。ちょっと今までの私は若干偽物だったから。そんな、だってそんなこしょこしょ話してくれる、すごいサービス。こしょこしょだよね。こしょこしょが理想なんですけど、もともとね、生き混じりの声って言われてる。得意なんだ。じゃあどうなんだろうね。でもなんかパンって出ないって言われる。いや、もうだからいろんなのやってもらいますからね、この後。よし、フフすると、フフしてください。すごい、ミカ様がサービスしてくれます。はい、というわけで、神との謁見はですね、うん、月1回となっているんですけど、うん、それとは別に謁見終了後に収録した動画をお布施を収めた羊限定でお届けいたします。あ、そう、あと大事なお知らせがありますよ。はい、ま、今回一応ですね、この番組は、うん、全3回で終わるという。今回つまり3回目なので、今回が最終回。今来たばっかりじゃん。じゃんよ。というわけでですね、うん、パルゾーがどうやら頑張ってくれたらしい。うん、このペンギンなかなかやるな。ペンギンじゃん。あ、ペンギンだ。シキガミだよ。私も今日シキガミですよ。すいません、失礼しました。パルゾー、あと1回できるんだよね。そう、あのね、シー様のママが見てくれてるんですよ、この。ママー、分かんない、今日見てるか知らんけど、毎回なんか終わった後に面白かったって、ママが面白いって言ってくれるってことは、やっぱ頑張らないといけないじゃないですか。そうですよ。え、嘘、うちのママ様のためにやってくれる。すごい、感謝していかないといけないってことは、もう延命措置を施しまして、もう一回はやります。はい、もう一回が決定してます。ということで、次回の神との謁見はもう日時も決まってます。日時も決めました。7月27日火曜日ということで、そうです、お楽しみに、はい、もしかしたらまたお友達が来てくれるかもしれない。来てくれる、誰がいいですか。誰がいいかな、ちょっと考えてくれよ。うん、ね、まあ、なんどう、もう一回か、もう、それは来月見てください。やっぱ羊がいっぱいいたらね。あ、そうね、やっぱ子羊はいっぱいいたら救わなきゃいけないと思って。そうなんです。あれですね、しかもなんかなかなかさ、こういうさ、うん、コンセプトっていうの、コンセプトじゃないね、こういう神々のさ番組ってないじゃない。ないでしょ。そう、うん、ないから、なんかすごい貴重だと思う。お、そうだって、その声優さんたちのさ、うん、なんか神事情というかさ、うん、このね、パワー事情、絶妙にさ難しいなと思って、うん、あんまりさ、うん、なんていうの、神色濃いとさ引いちゃう人もいるじゃん。神色、うん、なるほどね。そうそうそう、うんうん、っていうよりは開運という、ね、確かに。で、後ろにこのカランカランもあるしさ、そうそう、最近全然触れてないけどね、ほら、あ、めっちゃ開運、ね、そうそう、そう、ミカ様の後ろにはね、ハルセノンが神殿です。大渋滞なんだけどさ、もうちょっとやってみようかなって。 お願いします。はい、さあ、そしてですね、うん、下界どもの、下界どもって言って、下界の者どもも紹介しなくてはいけませんね。そうそうそう、はい、じゃあこちら、はい、はい、おお、うちの神社のね、ご近所さん。そう、ご近所さん。ご近所さん豪華ですね。まあ、下界なんですけどね、たくさん番組がありますので、はい、はい、こちらもよろしくお願いいたします。前半だけでもいいので見てみてくださいね。はい、さあ、そして何か告知が、パルゾーからいきますか。私は YouTube チャンネルありますので、こちらも見てください。はい、お願いします。そしてミカ様は。はい、ミカ様 Twitter と、そして個人アプリというものを最近やらせていただいておりました。うわ、すごい。そうなんです、 すごい。はい、Twitter ではつぶやかないようなこと、今日であれば
わがちゃん爆死したなみたいなこととかを、うん、なんか赤裸々にいろいろタイムラインに載せたりしますので、はい、あ、後ほどシータマとのツーショットとか載せていいですか？いいです、いいですね。え、なんかちょさらっと動画って今撮ろう撮ろう、いいの？全然いいよ、嬉しい、マネージャーも喜びます、全然、うん、今日伊沢さんと撮ってほしいってなんか動画とかね、素晴らしい、ちょっとうちにももらっていいですか？私もですね、アプリというかあのファンコミュニティというのをやっております、いいんですか、私お邪魔してちょっともらってもいいですかね？ぜひもちろんです、先生、ちょっとじゃあちょっとあ、じゃあお互いに、はい、よろしくお願いいたします、はい、さあそれでは数分間の休憩を挟んでまた、うん、シー様はいいの、はい、あ、シー様はあのツイッター、ツイッターですね、はい、ツイッターね、こっちね、フォローしてください、はい、よろしくお願いします。じゃあ休憩挟んでまた再開しますので、一旦ここで、おさらばですね、おさらばです、はい、おさらばです。ここまでのお相手は神である伊沢しおりと三上しおりでした、はい、はい、そしてファルゾーが、ファルゾーでした、はい、後ほどまた後ほどこっちかな。